勝パターンでぐさっと刺さりましたけど、やっぱりこういうところのロックキックっていうのは見えない分やっぱり受け身取りづらいですからね、はい、どうしてもワンボールで行っちゃいますから。そして今ではですね、